皆さんこんにちは。おとといの4月7日金曜日に、政治家女子48党の代表者変更届の申請がされました。で、まあ、これが法務局の受付も済んでおります。で、この申請は司法書士の加用真理乃氏が、代理人として申請した、形になります。で、法務局から、加用氏のもとへと受付のお知らせという、まあ、データが電子送信されて、まあ、そのデータのスクショを、立花氏が、ツイッターに公開されています。でですね、まあ、この受付のお知らせの意味なんですけど、登記の受付と登記の完了は違うんですよね。まあ、受付っていうのはもう受け取ったよっていうことだけなんですよね。で、登記完了は申請の通りの登記が済んだっていうことになるんですよね。で、申請の通りの登記が済んだ場合も、その登記の通りの、権利関係があるかどうかはまた別問題になるんですけど、まあ、その登記自体で、まあ、受付と完了は違うっていうことなんですよね。でですね、まあ、おそらく加用氏が、まあ、司法書士として電子申請をしたんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、電子申請した場合はもうすぐにね、受付が完了するんですよね。で、ところでですね、その添付書類が必要なんですよね。申請書だけで登記してくれるわけじゃないんですよね。で、まあ、おそらく、まあ、申請書は、まあ、紙で準備して、まあ、別途郵送または、まあ、持参するっていう形だと思うんですよね。まあ、その、全部ね、そのオンラインでやるっていうやり方もあると思うんですけど、おそらくね、まあ、紙で用意するんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、この、受付のお知らせの代表者変更の原因のところを見ると、大津氏の辞任と斉藤議員の就任ということになってるんですよね。で、まあ、この辞任の登記には、辞任届が添付書類として必要なはずなんですよね。まあ、私は司法書士とかじゃないので、まあ、専門家全くね、法律家とかじゃないんですけど、おそらくね、この辞任届が必要なはずなんですよね。で、このまあ辞任届は大津氏が自ら作成したものでないといけないんですよね。で、まあ、これ作成していないはずなんですよね。で、まあ、普通考えると、このね、実印で押印して、まあ、大津氏が自分で作って実印で押印して印鑑登録証明書もつける必要があるはずです。ただですね、ネット上にはなんかね、ある司法書士が現在、なんか去年の時点では印鑑は不要、印鑑自体もいらないっていうね。で、まあ、印鑑を押す場合はもう認め印でもいいっていうね、なんかそういうことを書いてる、司法書士も、まあね、検索するといました。まあ、ちょっとよくわからないんですけど、ただもしね、本当に印鑑が不要の場合でも、その書面自体は大津氏が作成したものでないといけないんですよね。他人が作成してはいけないんですよね。結局この添付書類が出せないのではないかなというのが、まあ、私の、まあ、推測、まあ、そういう可能性があるということなんですよね。ということは、登記が完了しない可能性があるのではないかというふうに、まあ、考えております。ので、まあ、その立花氏はね、この受付のお知らせをね、公開しても、ね、これでこっちが正しいんだみたいにやってるんですけど、受付した後、完了したかどうかが大事なんですね。完了しないと、その登記自体が全くできなかったっていうことになるんですよね。で、完了した場合も、その完了してね、登記ができた場合も、その登記が本当の権利関係を反映してるかはまた別問題なんですよね。なぜなら、登記官には実質的な審査権がないから、書類揃っていたら、まあ、登記するんですよね。だから、仮にその書類が偽造されていて見抜けなかった場合は、もうそのままね、登記しちゃうことがある、不実の登記っていうことになって、まあ、なるんですよね。だから、その受付の後、登記完了っていうね、一つ目の関門があるんですよね。で、登記ができた場合も、その二つ目の関門、実態との権利関係と合致しているかっていうね、二つ目の問題が出てくるんですよね。だから、一つ目の関門をクリアしていない状況だと思うんですよね。だから、その立花氏は、この
受付のお知らせ、まあ、公開されるのもいいんですけど、我々が確認しなきゃいけないのは完了のお知らせなんですよね。まあ、できればその完了のお知らせじゃなくて登記事項証明書の、まあそのね、を公開してくれたら一番安心なんですよね。でその住所のところはね隠した方がいいと思うんですよね。でですね、まあこれがね、まあ以上あの法学部出身の一般人のまあ、疑問なんですよね。まあただしこのね、まあ加用麻里の氏、司法書士が関与しているということで、まあ辞任届なしで登記ができる裏技があるのかもしれないとは思うんですよね。まあもしまあそういうのがあるならまあね、加用氏がね YouTube のチャンネルでまあ守秘義務にね反しない範囲で、まあ、こういうやり方あるんですよみたいな感じでね、まあ、解説動画を上げてほしいなというふうに思います。というわけでまあそのね、完了がされるかどうかっていうのがまあ一つの、まあポイントになると思います。ではご視聴ありがとうございました。